今日は普通に始めますよ。どうも、阿部シネマ TV です。阿部龍太郎です。はい、ちょっとこの撮影するの久々でどんな感じだったかなっていうのを若干ちょっと忘れつつあるんですけど、ちょっとまた頑張ってね、撮って作って編集していきたいと思います。今日はね、また普通に映画を一本ご紹介したいと思いますが、結構見たことある人いるんじゃないかなっていう映画。ちょっと映画、ちょっと映画好きだったら見てる人も結構聞きますね。なんか結構普通にドラマとかテレビを見ててもこの映画をみんな知ってるっていう前提の話とかボケとかって結構あったりするイメージなので、はい、ピンとくる人も多いかなというふうに思いますが、題してアメリカに来ている間に自分の国がなくなっちゃった人の話の映画をご紹介したいと思いますが、ここまで聞いてピンとくる人ちょっといないですかね、いますかね。もっと言うと空港での生活を余儀なくされた人の話です。はい、まあここまで聞けばね、見たことある人は多分あれじゃないみたいな、で多分そういう映画まああるんでしょうけど、一番これがやっぱり有名だと思うんで、今日改めてねその映画の話をしたいと思います。題しましてというかタイトルはターミナル、はい、当たった人、ターミナル、2004年の映画ですね。スティーブン・スピルバーグ監督ね、もう大巨匠ですけど、スピルバーグ監督についてこういう人ですよ、こんな映画撮った人ですよみたいな話は前僕の別の動画、スピルバーグってこんな人ですよみたいな動画を撮ってあるので、そっちの方でぜひ見てみてください。スピルバーグね、もう本当に今の世界を代表するというか、もうこの20世紀後半から、もう1977年以降はもう本当にスピルバーグの時代といっても過言ではない人なので、まあね、名前ぐらいは覚えてほしいということですね。で今回、なんでターミナルと思ったの、なんでターミナルを思った、ターミナルを紹介したいかと思ったかって言いますと、単純に久々に見て、あ、こんな映画だったんだというのをちょっと気づいたところがあったので、まあ僕何回も結構見てるし、好きな、普通に好きだったんですけど、改めて見ると、あ、これこういう話なんじゃないかなっていう、ちょっとなんか一皮むけた感じがあるんで、このターミナルに関しては、あー、これもっと評価されるべき、しかるべき作品だなというふうに思ったので、あえて紹介しました。なんかね、ちょっと好きな人は好きだしいいよねとかいう話もなるんだけど、なんかターミナルってね、結構なんかバカにされる傾向もちょっとあるような気がしてて、いやスピルバーグなめんなよっていう話をしたいですと。はい、まあじゃあまずストーリーを追っていきたいと思いますよ。まあほのぼの系やや大人なストーリーです。めちゃくちゃほのぼのしてます。本当になんかこうね、エロいこととか暴力とか、まあそういうことは本当に起きないので、スピルバーグにしては珍しく暴力も起きないですし、グロいことも起きないんで、もう家族みんなで見て、まあでもちょっと大人な話ではありますんで、まあ僕も正直実はこれ最初に見たのは小学生だったんですけど、小学生の時はよくわかんなかったですね。まあっていうか、エンディングが一番納得いかなかった。ここで終わりなのみたいな。こっからじゃないのみたいな風にちょっと思っちゃった部分もあるんですけど、違うんですね。今は分かります。今はここ、あそこで終わるのが正しいっていうのは分かります。で、舞台がですね、 JFK 空港、ジョン・ F ・ケネディ空港、まあこれニューヨーク国際空港ですね。もうアメリカというか、もう世界最大のって言ってもいいんじゃないですか。もうアメリカで最大の、まあ人が行き来するような空港、めちゃくちゃ、まあ、人気っていうかめちゃくちゃ使われてる空港なわけですよ。もう大勢いるから。でしかもニューヨークですから、まあね、まあもうだいぶ前ですけども、まあ、2001年911も、まあ、ニューヨークだったわけですから、まあであれ飛行機がぶつかったわけですから、なんていうんですか、やっぱりもう世界中からまあいろんな人が来ちゃう、いい意味でも悪い意味でも来ちゃうようなところなわけですよ、大量の人がね。でそこだけで展開をしますので、まあある意味見やすいというかね、まあでも空港自体がめちゃくちゃでかいんで飽きはしないと思いますが、でまあその空港の中で空港に来た主人公が、入国しようとしたら、あなたの国、今戦争で亡くなりましたよと、パスポートこれ無効になりましたんでって言われちゃって、そこから出られないと、出られないし帰れもしないと、なので空港で生活せざるを得なくなるという話ですね。で主人公が一応クラコージアという架空の国、まあ、この映画オリジナルの国、まあ、そして言語で、まあ、おそらく東ヨーロッパにあるような国なんですけど、まあ、その架空のクラコージア出身のビクター・ナボルスキーという人がですね、まあ、そういう状況になっちゃって、でも律儀なので、まあ大量の人がいるので
しれっとこう外に出てもいいはずなのに、まあ、ちゃんと律儀に守って空港で生活をすると。で、まあ、最初はなんだあいつみたいな感じでいろんな人に見られてたんですけど、まあ、だんだんいろんな空、まあ、特に空港の人ですね、空港の人と友情を育んだりとか、まあ、あるいは、まあ、ちょっと恋愛みたいなこともねあったりなんてしちゃってみたいな話なんですけど、まあ、ちなみにこの恋愛が結構大人な要素というか、まあ、着地も含めてね結構大人だなという話になってます。これねもう本当にその空港に閉じ込められた人がもう切羽詰まってる状況だけでも非常に面白いので、そこだけでもそこはぜひ楽しい、普通に見て楽しめると思います。今からその話を知らなくてもね、意識しなくても楽しいと思います。はい、空港であたふたするというね。でね、これパッと見はコメディなんですよ。こう言葉の通じないナボルスキーがあたふたしながら、まあ、いろんなことを乗り越えていくと、まあ、意地悪な空港の、まあ、職員というか、まあ、空港のトップみたいな、警備のトップみたいな人がいるんですけど、まあ、そこにこう英語通じない、英語わからないながらこうどんどん勉強していったりね、いろんなことを学んでいってこう成長していくっていう話ではあるんですけど、乗り越えていくっていう話ではあるんですけど、まあ、この空港自体がすごくこうアメリカの縮図を指してるような実は映画になってるのかなと。まあ、結構社会派ですね、まあ、スピルバーグだからやっぱそうなんですよね。で、まあ、移民論みたいな、移民とアメリカみたいな話にスピルバーグの中でおそらくしてるんだろうなっていうのがちょっと思いました今回ね。というのもビクターは確かにクラコージアという、まあ、東ヨーロッパの国で明らかに移民なんですけど、他の登場人物も結構移民なんですよね。でビクター以外のその外国からの移民がすごく多くて、空港内の職業とか階層によってその人種がちゃんと結構綺麗に分かれてる、そういう人物配置になってるっていうのが今回改めて見てすごく意識しましたね。ビクターが特に仲良くするのがこのターミナルという映画の中で清掃員たちなんですよ。まあ言ってみればね、そんなに階層的には高くないじゃないですか、清掃員の人って。まあすごい大事な職業ではあるんだけれども、でその清掃員が3人いて、主にインドの人、インドから来たであろう人と、まあ、メキシコ、まあ多いですよねアメリカにはね、ヒスパニックと言われる人たちと、まああと黒人、この3人なんですよ、特に主人公と仲良くする清掃員の人たち。これ結構あからさまっていうか、ここに白人男性はいないわけですよね。であとはこのビクターも 大工さんの仕事を途中でやるんですよ。まあそんなこともあったりして、すごくこういかにもじゃないですか、まあなんか移民できて大工さんやるっていう工事現場で働くみたいなのって、まあ別にね、なんかその本人は楽しそうにやってんだけど、まあいかにもこうアメリカで実際に起こってることみたいな感じがすごくしましたね。で逆にその管理体制が、まあ、まあ空港のトップみたいな人はちゃんと白人になってるというところで、まあ本当アメリカの縮図かなと。でことあるごとにこの映画の中でいろんなキャラクターがアメリカってのはねみたいな話とか、アメリカってこういう国だからとか、あとよく法の隙間がどうたらこうたらとかもすごい言うんですよね。まあまさにこの主人公は、まあアメリカに来てる間に国がなくなっちゃったことによってもう救いようがない、アメリカの法では救いようがないっていう状態になってしまってるんですけど、まあそういうことが他のタイミングでも起きて、で実は他のタイミングで起こることはこのビクターとは真逆で、その法の隙間があったことによってまあ助かるみたいなケースもあったりするよみたいな話で、まあ法って要は抜け道がある、人が所詮人が作ってるから、まあ、抜け道があるし落とし穴もあるし、すごくこう司法って偉大かもしれないけど万全ではないよ、完璧ではないよっていうことを結構言ってる、結構しつこく言う映画かなというふうに思いましたね。はい、まあなのでこの映画はもうスピルバーグなりのアメリカ論、アメリカと移民論っていう映画になってると思います。はい、で最後ちょっとその主演ね、トム・ハンクス、まあ有名ですね、超有名で、まあちょっとこの間コロナになっちゃったりとかありましたけど、もうトム・ハンクスの話をして終わりたいと思いますが、ね、よく閉じ込められる気がするこの人。トム・ハンクスって自分特に売れた作品ほどね、彼閉じ込められる気がします。まあ、まずね、まあ出世作かな、1988年のビッグっていう映画があって、まあ、これは男の子、もう少年というか6歳ぐらいかな、もっとかな、10歳ぐらいかの男の子が急に大人になって、それがトム・ハンクスの姿になってるっていう状態なんですけど、
あの、まあ、要は子供が、まあ、大人の体に閉じ込められるっていう話から結構入っていて、最初から、まあ、あとはアポロ13というね、まあ、これは宇宙にあの、まあ、月を目指してそのアポロ13、13号が行くわけですけども、まあ、途中でその宇宙船の中で、まあ、ロケットの中で閉じ込められちゃったような状況になると。で、あの帰れるかどうか、地球に帰れるかどうかみたいなサスペンスになってくるわけですよね。まあ、あとはトイストーリー、まあ、シリーズ全般そうなんですけど、あのトイストーリーのウッディの声を実はこのトム・ハンクスが当ててます。で、あのウッディは結構あの帰れなくなったり、いろんなところに閉じ込められちゃったりしますよね。どうやってアンディの元に帰らなきゃっていうのが毎回あるっていう感じですよね。まあ、あとキャスターウェイ、これ2000年の映画ですけど、まあ、これは無人島に流されちゃって無人島でサバイバルするっていう話なんで、もうまさにもうトム・ハンクスの真骨頂で、トム・ハンクスはどう見てもいい人なんです。なのでどんな理不尽な状況においても、まあ、この人だったら頑張るんだろうな、もうくじけず頑張れるんだろうなっていうので、まあ、すごい前向きな気持ちで見てる人は応援できるっていう、そういう特徴のある俳優さんだと思うので、まあ、たまに悪い役もやったりするんですけど、全然似合わないんですよ。似合わなかったんで、多分それ以降はあんま誰も言わなかったんだと思いますけど、まあ、というわけで、まあ、今作もそうですし、まあ、ちょっと普通だったらもっとイライラしそうだし、誰かにブチ切れてもいいんだけど、まあ、そういうことを一切しないで人向きに頑張るという、まあ、ちょっと天使のようなキャラクターに説得力を持たせてるのは、やっぱりトム・ハンクスの、まあ、それまで培ってきたイメージとか、まあ、彼の演技力っていうところ、どう見てもいい人っていうのがやっぱでかかったんだろうなというふうに思います。というわけでターミナル、ぜひ見てください。今 Netflix とかにもありますので、ぜひ見てください。以上、アベシネマ TV でした。バイバイ。